ルート・フィッシャーは、ドイツの政治家。ハインリヒ・ブランドラーが失脚した後の1924年から1925年に、かけて、アルカディ・マズローと共に、ドイツ共産党の党首を務めたが、ソビエト連邦のスターリンに忠誠を疑われて、失脚し、エルンスト・テールマンが取って変わった。ライプツィヒにて、エルフリーデ・アイスラーの名で生まれる。父、ルドルフ・アイスラーは、 ユダヤ系の血を引く哲学教授でオーストリア国籍者だった。母マリー・ワルター派信者であった。音楽家のハンス・アイスラー及び共産主義活動家のゲルハルト・アイスラーは実定。父が教鞭を取っていたウィーン大学にて哲学や経済学、政治学を学ぶ。1921年以前に母方の性を使ってルート・フィッシャーのペンネームを使うようになった。 1919年にベルリンへ移り、1921年にはドイツ共産党ベルリン委員長となる。ドイツ政府当局からオーストリアへの強制送還を狙われたため、同僚の共産主義者、グスタフ・ゴルケで弟ハンスについて証言を行うが、彼は後にブラックリスト入りと国外退去命令が出されることとなる。また、 もう一人の弟ゲルハルトについても共産党の工作員であると証言。とはいえ、レフトロツキーとヨシフ・スターリンの電気作家であるアイザック・ドイッチャーは彼女を若く声の大きな女性でいかなる革命の経験もないけれどもベルリンの共産主義者に偶像しされているとしている。1955年パリに戻り、次女、スターリンとドイツ共産主義を上司。 晩年には熱心な反共主義者となり、1953年以降はアリス・ミラーのコードネームを与えられ、アメリカ合衆国の情報機関で工作員を務めている。1961年、パリにて隠し、65歳。死因は明らかにされていない。ありがとうございます。